秘宝。西武ライオンズ、あまりにも弱すぎる。どんな名監督でもこの野手陣ではどうしようもない。かわいそう、投手も打たれてるぞ。リーグ最強の先発陣とは何だったのか。13点取られたらもう無理やろ。自慢のはずの二遊間も崩壊してる。平良が、高橋光成はなんかいまいち。今井が終わった時が本当の終わり。伊原の休養ライン超える勢いやん。伊原53試合借金13、カズ33試合借金11。最弱争いしてる楽天とやっても差を感じるのまずいですよ。ソフトバンクといい戦いするし、西武って強いのか弱いのかわかんないんだけど。